切らすのが悪いと思うわけ、私。違うじゃん、でもさ、自分しか使わないのさ、確認しないから、うん、いや、でも絶対飲んでるじゃん。はい、始まりました。はい、今日は今日は、ここだけの話シリーズ、これをシリーズ化しようとしておりますが、勝手にだからこんな集めたんだ。ミナビジョンシリーズです。なるほど、そういうシリーズなの。嘘でしょ、それ。シリーズしていこうかな。ちょっと考えてます。ここだけの話シリーズ。そうなんですか。イエーイ。普段先生をあんまり知らないじゃないですか、見てる方は。でもこのめっちゃ笑ってるすごい間近で接しているご家族から見た先生をちょっと探っていこうかなと思います。本日のお菓子は、はい、先生のうちから勝手に探ってきたお菓子です人の好物人のお家にあったものを探って出してきました。これ美味しいよね。これ好きなんだけど、どうでいいですか。あ、どうぞ。お一人一枚。あ、どうぞ。じゃあ食べます。食べながらお話ししていきたいと思います。いただきます。はい、いただきます。じゃあどんどん質問していっちゃいますけど、いいですか。はい、食べたいの。かわいい。食べたいよね。よだれ出ちゃった娘さんのあーちゃんです。はい、今さら、うん、いいですよ。お嫁さんのみなみちゃんです。はい、娘から見てお母さんっていうお母さんなのか、なんか友達みたいなお母さんなのか、どういう感覚。友達みたいなお母さん。おいい、いい。そうですよ。じゃああーちゃんは何でもママに話してるタイプ。話してる。すべて。すべて、うん、黙ってらんないもん。話したくなっちゃう。話したくなっちゃって、もう全部あーちゃんの出来事全部知ってる感じ。知ってる。言ってないことは一切ない。うん。いい子だね。いやでも細かいよ。ああ。今日のあれのあれがさみたいな、もう。でもちゃんと聞いてくれるってこの間言ってましたもんね、全部。もう永遠に終わらないからね。もうちょっと前までね、お風呂の中でこっちのぼせるわみたいな。でも完全密室で話したいってこと？たまたま。たまたまがお風呂、狙ってないかったらしいですよ狙ってなかったの、あれ。お風呂入ろう的なのが一番多かったよね。悩みとか、ママだけっていうのはお風呂だったから。そうだよね。で最近、全然そこまで悩みとかがないから。いいね。お風呂でこの悩み聞くと、本当のぼせそう。のぼせんね。真剣に聞かないといけないじゃん、もちろんのこと。そうだよね、そうだよねって言ってる間にこっちが死にそうになってくるから、ちょっといかがるねみたいになってから命がけのそうそうそう。いや、そんなママのすごいとこ、尊敬してるところ。うちのママ、ここがすごい。今見た顔、はぁっつって、ないの尊敬してるとこ。パンパン出てこない。ママのすごいところは、仕事で疲れて帰ってきても、ちゃんとご飯作る。おー、思ってんだ。そのところ、掃除とか、うちのことはちゃんとしてるって感じとか。そう思ってくれてんだね。なんか当たり前にやらされてるというか思ってるのかと思ったけど、すごいすごい。え、じゃあお嫁さんから見て義母のすごいとこ。もう全てに関して寛大だなって。話を聞いてくれる。こんな嫁の話も聞いてくれる。こんな嫁の話話も全部受け止めて聞いてくれる。あ、じゃあなんか話しづらいとか気使うとかは、あ、気使う、気は使わなきゃいけないじゃないですか気は絶対そうじゃん。私気づかないです。全然気づかないですから。上って感じ。ごめんなさい、ごめんなさい。上って感じなんですけど、はい、全然気を使わないです。いい意味で。いい意味でね。あ、でもそれってすごい間口が広くて何でも聞いてくれるから話しやすいということです。確かに。すべて聞いてくれる。悪いこともいいことも全部聞いてくれる。すごい大絶賛。そう、こっから落とされるんでしょ、大体。っていう回じゃないですか。もうなんかそんな感じするんだけど。直してほしいこと。たまに話を聞いてない。ちょっと矛盾してね、さっきと。それ。どういう時に聞いてくれない？絶対聞こえる距離なのに、ママ、ママって何回も言っても、スルー。無視してるつもりはないんだよ。全然ないんだけど。ちょっと耳の悪いおばあちゃんが。なんか呼んだみたいな、あ、呼んだ今みたいなとこあるね。確かにあるかも。耳悪いのかな。通訳するときあるの。 お母さん呼んでますみたいなそうね、真ん中にいるとき。だからなんかスイッチ切れてんじゃない、もう。オフモードのときですよ、ね、なんか料理やってるとか、なんか掃除してるとか、そっちに入っちゃってるのかな。いや、多分考え事してるか、スイッチ切ってるか、どっちか。でミーティングのときもあるか。
あ、それはある、それはある、それはある、あ、考え、それは考えてる、多分考えていて、今の会話が聞こえてなくて、うんうん、取り残されてる時だけど、他の人が話した意見を、うん、その後、自分の意見のように言い出すの、うんうんうん、ありがとう、今それ言ったところやん、多分すごい考えてんだと思う、本当に面白い時あった、言ったことに全て同じことを言ってるんですよ、この人とか、なんだっけ、前も言ってたよね、なんか違う、リピートアフターミーじゃんとか言って言うとか、そうだから、なんか多分一人で考えてんだろうね、自分の中で多分グルグルしててってことなのかな、ちょっとよくわかんない、ちょっとよくわかんない、でも聞いてるそうです、無視ではないですね、無視ではないそうです、そんなぐらい直してほしいこと、すごいいい娘さんだね、うちの娘なんかすごいダメ出しばっかよ言ってくの、言ってきますよ、ママそういうところねっていう感じで、ちょいちょい怒られてる、でも普通そういう感じですよね、みやも自分の親に相談だよね、けど本当に普段からみんな言わない、言わないよね、お母さん、本当にさ、ママってさとか見たことない、だらしなくないし、身なりも綺麗にしてるし、尊敬してるよ、みんな、うん、でも同じ女性としても尊敬してない、うんうん、綺麗なお母さんっていいもんね、うん、ちょっとそれ嬉しいかも、なんかまた突き落とされる、ちょっと上げて、はい、落とそう、ほらほらほら、落としたよ、落とせないじゃない、また始まったよ、どうしたらいいの、落とそう、まあ、さっきとちょっと似ちゃうけど、急に面白いことをお母さんは言ったりする例えば、みやみはこのお家に住み始めた時ぐらいに、なんか郵便物の話をしてたんですよ、なんかそれが落ちててみたいなこういう話をしてた時に、急にお母さんが、その郵便物が下から上に行ったんだよみたいな、なんか上がったんだよみたいな普通に言って、で、これは、上から下じゃないですかとか、上から下に落ちたんじゃないですかとか、そういう風に言える状態でもないんですよ、最初住み始めたばっかり、うん、でもリナちゃんもいたんだけど、誰も何も言わないんですよ、うん、こっちがちょっとおかしくなっちゃうかなって思うぐらい、ちょっと面白いことを言い始めるときが、下から上に落ちたのかなって普通上から下だよ、上から下、え、それ言い間違い、言い間違いじゃない、言い間違いで下から上に行くの、その後、いや、ないでしょ、その後見てお母さんも気づいてる感じがないんですよ、多いやん、おばあちゃんじゃん話は聞こえない、うん、言い間違いなんかもう本当におばあちゃんじゃん、はるくん、どうすんの、はるくん、聞いてる、ばあば、おばあちゃんだからしょうがないんだよ、そうなんだ、面白い、で、父の尊敬するところ、じゃあ、まんないでもらっていいですか、なんかさ、反省会みたいにチーンみたいになっちゃって、父ネタあるでしょ、いいところ、いいところある、うぅぅ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 、何でもできる、あー、できないことない、できないことがない、うん、料理できない、あ、家事以外ね、え、だってラーメン作れるじゃん、ラーメン作れる、それは十分です、私からしたら、絶対、でも追求とかし始めたら何でも作れちゃいそう、やったらね、やりだしたらできるタイプ、ハマるタイプね、これってなったらね、だから一家に一台って感じよ、うん、物、うん、物じゃん、物、困った時に何かしてくれる、うん、ただ機嫌しないなんだよ、そこのスイッチを入れるのが難しいんだよ、あ、なんかやってほしい時にその場でやってくれなくて、機嫌がいい時はいいよだけど、いつでもやってくれるお父さんとかいるじゃん、うん、ちょっとこれやってほしいとか、これ見てほしいとか、だあ、なになにみたいな、だからそうじゃない、もうそこを乗せるまでが結構大変、乗せる係は誰ですか乗せる、乗せるね、じゃあちゃんが何かやってほしいときは乗せてもらって、で、大体こっちに頼んでくる、みんな、あ、依頼はこちら、うん、依頼は私、なんかもう中間管理職だから、もうすべてここに依頼が来て、で、こちらにお願いする、それで動いてもらう、直してほしいことないということでないです。ないっていうこと。完璧な。もう今まで通り。今まで通りです。今しかないよ。今しかないんだよ。ないということで。言えないんだ。ないっていうこと。なんだろうね。なんかいっぱいあるから。いっぱいある。もう何なんかこうランキング形式、ね、上位上位。なんかもう上位、ね、上位。3位ぐらいにしとこう。3位。
なんかもう笑っちゃうかじゃろもうなんかみたいな結構忘れちゃう寝たら忘れちゃうタイプだからそうそうそうだからね子供2人は天だから、うん、いいですね2人とも天だからほんと似ててすごいバーってヒートアップする時はするのよだけど翌日とか忘れてるのよねじゃあ根に持たないからよかったですお母さんに対してたまにイラッてするときちっちゃいことでもこの間は夜中に牛乳を買いに行かせってことしかもこっち使わないのに使わないんだ使わないんだ牛乳ママのためだけに牛乳を買いに行くっていうちなみに夜中って何時ぐらいですかでももう12時うん、そうすみません、12時過ぎに一人娘を牛乳買いに行かせる親ってどうなんですかいやいや、めっちゃ近いからね、コンビニ、はいはい、牛乳ないとコーヒー飲めないんだもんもらってる本当にコーヒー飲めないんだよね、牛乳ないと、ね、だから事務所でも牛乳切らしたらマジ一大事ですからねそうでしょ、やっぱり牛乳ないよってそうなんですよ冷蔵庫に牛乳ないとダメなんですよ、私の中でさすがに夜中にそれ言われたらやっぱイラッとする自分で言ってほしいそうだよね、自分も飲むなら行こうかなと思うけど、うん、自分だけだもんねだから自分で言ってほしいでも言ったことある言うてよね、その時自分で言ってよそしたら何て言われたいいじゃんで、そうするとあーちゃんは言ってくれるのいや、あーちゃんはもう 100% で言ってくれる優しいそうえ、ちなみに旦那さんも あちらも 100% 出てくれますね、牛乳はすごいよね、行くのね、ね行かないと終わんないと行かなかったらどうなんだろうねいや、ずっといや結構しつこいかもね、その私自分が欲しいことは、うん、まあだから何とかしてあーちゃんを言いくるめて、うん、あーちゃんが行く大変ね、意外とねちょっとそれは刺しますね牛乳ぐらいだよ他のものを買うはものよぐらいでも時間だよね時間とタイミングだよねあそっ か, だか牛乳切らすのが悪いと思うわけ私違うじゃんでもさ自分しか使わないのさ確認しないから、うん、いやでも絶対飲んでるじゃん飲んで最後の人が牛乳を買っときなさいよって思うわけよ私がどれだけ牛乳を必要としてんのってだけど最後こういった人さあやばってなるじゃんそしたら買っときなさいって思うんだけど誰なのこの最後行った人はみたいなそんな牛乳が大事なんて分かんない牛乳命絶対ないと生きていけない確かに確かに絶対冷蔵庫に入っておかなきゃいけないものなのにまあ南はさておきだようちの娘たちは分かってるおじちゃん分かってた、うん、絶対牛乳ないとダメっていうのが分かってた最近買いに行かされてそんなにないとダメなの時間を考えて注文するようにしますじゃあ何時までならいいんですか何時までならそういう問題じゃない営業時間代弁すると多分本音は自分で用意しますわかりましたそれでは牛乳はすべてパパ担当にしますそういうことそれでいいですよね、はい、皆さんに会うご迷惑はおかけしない私の牛乳問題はすべてパパの責任のもとっていうことですね、はい、なかったらパパのせい、はい、パパが買いに行く、はい、でよろしいですかはい、はい、ゼロ決まりましたパパの仕事ができました重大な仕事が任務ができましたということで一生問題ですしかも俺一滴も飲まないそう、パパ牛乳ダメなのそうなんだパパコーヒーにも何でも牛乳ダメだからですよねお腹壊しちゃうからパパ牛乳飲めないんだけどいじめじゃないですかそれだけ頼りにされてるってことだよ牛乳ですけどね牛乳だって毎日必要なものの責任者だよありがとうございましたありがとうございましたためになる話や私のプライベートを公開しています高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします